ビコーズの酒のつまみになる話。イエーイ。では行きたいと思います。はい、行きます。いなくて、なんかその期間が長く なればなるほど、どんどんなんか理想っていうか、なんかどうやなんかどんな人好きになったんだろうみたいな、どうやって人を好きになったんだろうなっていう風に最近すごい考えるんだけど、みんなは男性選ぶときにこれは絶対みたいな、どういうところを見てこの人いいなって思う？なりますか。じゃあ朝まで行こう。朝まで行こう。ひとみさんどうですか。私見る目ないからな。そうなんだよ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 。うち一緒にいて楽しいって思う人を好きになっちゃうから。ありますね。でも結果ダメよ。だからそれって多趣味な人がいいとかですかね。多趣味とかではないんだけど、フィーリング的なものがいいですか。だけ？そのあこの人付き合おうと思う時って楽しいだけで選ぶ。自然となんか絶対みんなさ条件絶対入ってるわけよ、いろいろと。え、働いてるとか。すごい。そういうそのね、理想が底辺すぎて、だからダメ方に捕まるわけよ。働いてなきゃダメでしょうよ。そうダメでしょう。そうだよね。自分で起業してる人が好き。いきなりめっちゃここからになりましたよ、今。自分のなんかやったらしがやりたいって思ってる人が好き。うん、応援したいかも。じゃあその人がいきなり、じゃ起業してます、じゃ次の日、いつダメになるかって分かんないじゃん、潰れました、借金1億、どうしますか？働きます。あ、ピーちゃんが働きます。すごい。ピーちゃんは多分一生ダメを付けます。そうだね。そう、そういう。そう。え、ゆいちゃんは起きてる？おはよう。いや、全然。私もでも男性に合わせるタイプなんで。だからこそ、その人がダメなら、私が頑張ろうと思います。あ、ピーちゃんタイプね。あ、もう捕まらないよ、だわ。理想が底辺すぎて。だからダメ方に捕まるわけよ。エリカすぐ知ってます。羽がなくなったら捨てるんで。え、違う人の趣旨が変わった。お金払った方がいいです。
まあ、ひとみさんと一緒で経営者が好きで、その経営者ってその経営者になれるその頭の良さが好きなんですよ。わかるわかる、頭の良さが好きで、でなおかつプラス経営者、まあ、経営者オンリーだけじゃないですけど、経営者プラス自由人が好きなんですよね。私がすごい自由人なんで、だから自由にさせてくれないともう去りますね。そういうのも結構自由人の人って結構ダメ男多くないですか？でもね、自由人だからダメ男、自由人よりもダメ男が多いのは束縛器だと思うんです。ですよね、束縛器ですよね。やきもちやきも束縛器は自分が超遊んでるから、そもそも、うんうんうん、芝居で行こう、そうだ、ね、芝居で行こう。多かったでしょうね、ひとみさん。いや、うちのタイプは自分が自由にしたいから自由でいいよ。あ、そうね。あ、なるほどなるほど。自由ですよね。得られてたね。いや、だってそこを知りたいところではありますけど、そこをね。じゃあ、お金、外見、はい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 、を割合で言ったら、ね、どの割合取る？10のうちですか？10でいこう、じゃあ10。お金？すぐ決まりました。私も大体決まったかも。こっち側多分決まった。じゃあ決まったから、あ、私からいいですか？うん、お金、お金5、うんうんうん、お金5、せ、3、うん、顔に、うん、5、3、2ですね。うんうんうん、顔にそこまで気にしない。うんうん、5はもう絶対お金。お金ね。うん、です。です。みえちゃんは？私は外見4。結構飛んでる。じゃあ、基礎みたいな感じだった。違うんですよ、でもこれちゃんと理由があるんで、うん、マジで一回言いますね、はい、外見4、うん、あと何でしたっけ、あ、お金、お金が3、うん、セックス、これなぜならばで、なぜならばで続くんですよ、マジで、うん、みんなよくなんか顔関係ねえとか、うん、まあ、言うじゃないですか、うん、まあ、今までの経験を経てやっぱ気づいたことが1個あるんですよ、うん、あの、まあ、よく言うじゃないですか、やっぱ性格がブスだと少なからず顔面にやっぱブスさが出てくるとか、なんかやっぱ気持ちがブスやと性格にブスが出るとかもあるじゃないですか。ブスがブサイクなことをするとやっぱ結構ブスじゃないですか。マジで許せない。わかります、わかるわかる。なんかイケメンでブサイクをやったら、うん、あ、こいつイケメンやった人生しか生きてこれてないから、うん、あ、ブサイクの考えを持ってしまったんやろなって、 こっちがこうちょっと歩み寄れるじゃないですか。あ、なんか優しい。でもそれはでもブスがブスっていうのはもう努力してないわけじゃないですか。マイナスがマイナスだから、そうってことはもうこうなるじゃないですか、うん、え、だったらまだちょっとでも、例えばブスがゴミ捨てへんかったらクソ腹立つけど、イケメンがゴミ捨てへんってことは、うん、あ、まあまあまあイケメンやからまあブス、あ、ちょっとね、ゴミ捨てれへんのねって。だから顔は4あってほしいんです、ある意味。そういうね、顔を保つためにいいです。そうです、そうです。だからめっちゃ顔が重視ってよりかは、うん、こっちのメンタル的にもやっぱあるんで、4持っといていただかないと。やっぱブスはこう性格でカバーって言いますけど、それがやっぱ割となかなかできない方って多かったりするんで、うん、まあ顔4あればちょっと許せるよみたいな、うん、ための4っす。確かにね、4っす、うん、これこう。なるほど。アリスさんは？うちはお金5、はいはいはい、一緒ですね、こうね、外見4、うん、いや、めっちゃ取るやん。え、取る、え、取る、え、え、じゃあ何、合わなくてもいいんですか？え、じゃあ、セックスはいくらでも改善できるじゃん。あ、いや、大きさは改善できないじゃないですか。確かに、確かに、VTuber ね、VTuber ね、そう、それはまだそのレベルなわけよ。うわ、ごめんなさい。うわ、ごめんなさい。いや、大きさがうんぬんじゃなくて、それはみゆちゃんのなんかレベルが低いんで、ね、でもこ、じゃあこんなんでいいんですね、じゃあ。で、なかなかいないじゃん、逆に。いや、でもいるかもしれない。います、いますやん。あ、私出会ったことありますよ。ほら、ほら。いや、逆に、あ、先輩先生出会ったことないの？触ってるんですか、ティーンみたいな。なんとなくわかるの。それはだからそのレベルなわけよ。あ、そういうこと。あ、なるほどなるほど、ね、でも外見は、うん、じゃあまああんま男性整形って嫌だけど、うん、でもでもどうにかなりますよね。でもそれにもお金がかかるじゃん。あ、はい、なると、うん、このね、トゥードリストじゃないけどさ、はいはい、じゃあ顔ってなるとお金がかかってくる、うん、
ってなるとやっぱお金持ち、ね、まあこうですもんね、お金は。あ、そういうことですね。あ、はいはい、っていう感じ。私は確かにってなりますね。アリサさんはこれでも大丈夫だそうです。これはなんとでもなる。人生で出会わない気持ちはじゃあ身長でもマッチョだからでもないの。でもこれ何言ってるとすごい難しいんだけど、でも分かるの。何かが分かる。気になりますよね、これの判別の仕方を知りたい。よくさ、鼻がでかいとでかいとかっていう、うん、あれは、じゃあ、 あれはあまり伴ってない。そうなんですか。伴わない。でもそのこの人、はい、じゃあ美咲ちゃん、はい、顔2の絶対そうじゃない。絶対そうじゃない。じゃあ顔3の清潔感あればいいよね。はい。
はい。まとめてましたね。言ってたね。ゆいちゃんも9割夢の中だから。いないから今ね。いいんだよ、いいんだよ。今しばっこに。それ次使おう。今寝てたでしょ。いますここに。